今回はこちらラグコレ2020のカプラの衣装箱っていう衣装ガチャだね。こちらの方を貯めたポイントを使って引いていきたいと思います。総回数は154回引けるポイントが今貯まっておりますので、早速ね、どんなものが出るのかっていうのを試してみようかと思っておりますよ。まず10回、最初の10回目いきます。ドン。さて、シャープヘッドギア、パンプキン、コロネ、ポップコーン、ドラムなりきりフードは割と悪くない気がするね。ジェラードの帽子、オッドアイなんかも出るんだね。なるほど、オッドアイなんかも出る、はい、次の10回、ドン。シャープヘッドギアまた出たんだが、シャープヘッドギア、サンタバルーン、ワンダフルボー、コロネ、月と星、こんなのも出るんだね。ミニデコハット、なるほど。新しい衣装はやっぱなかなか出ないんだろうな。出てくれたら、キノコヘアバ、キノコヘアみたいなのがあったはずなんで、それが出てほしいんだが、30回目。めっちゃ出んな、これ。めっちゃ出る。キラキラ星。なんだこれ。これどんな装備だい？キラキラ星ってこれどんな装備？あら、かわいい。あら、かわいい感じの衣装出たけど。あー、なるほど。ユズメットね。ほい。で、これ大当たりが出た時になんかエフェクト3連打す。おい、最後の3連打これ。どういうこと？んだば、あと2回。オッドアイと、大統領の帽子。ああ、そうですか。倉庫にぶち込んでおきましょう。コスチューム倉庫があるんで、どっからだ？ロキのアサシンマスクからっていうのを覚えとこうか。ほい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 。ということで、2キャラ目いきたいと思います。よーし。2キャラ目、やっていきますよ。ほい！はーん、新衣装はやっぱ出ないんだなぁ。オッドアイめちゃくちゃ出んな。なるほど。だば次。ほい！新衣装や、チャームあたりが、こう、出てくれたら嬉しいなぁと思っていたんですけど、これは出ないか？これはまさか出ないか。チョコドーナツ、神秘満月、なるほど。なかなか渋いね。なかなか渋いね。ラスト10、ドン。ポップコーン、クリスマスリース、ホワイトチョコクマ、目玉焼き、これちょっと欲しかったんだよな。加えたポーカー。バルーン、バフメットバルーン。なるほど。終わりか？ 2 キャラ目も終わってもうたな、これな。ということで、3キャラ目いきたいと思いますよ。さーて、3キャラ目。いくぞ。ドン！渋いね。なかなか渋い。ほい。加えたネギ。バホメットバルーンとかいっぱい。おー、馬が出た、馬。馬もちょっと欲しかったんだな、これ。あー、なるほどね。あとはもう見慣れたもんですな。ドン。キラキラ星。スーパースターとかも割り出んな。マジで新衣装これは荷物の種類が多すぎる。ちょっと待って、倉庫にぶち込みまーす。ちょっと待ってくださいよ、倉庫にシュッとぶち込みますんでね。これ出ないか、チャームも新衣装も出ないか。これ羽とかみんなギルメンがさ、ザクザク羽とか出してて、いや割と出るんやなと思ってたけど、出ないやんこれ全然。そしてまあ2個目の馬、オークヒーロー。
なるほどなるほど、結構これ余裕ぶっこいて羽がいっぱい出ちゃって困ったな母みたいなそういう展開を期待してたんだが、あれか、皆さんご存知の通り私箱運が絶望的なものでして厳しいね。ということで4キャラ目いきましょう。さーて4キャラ目いきまーす。ドン。いやマジでいいんだよ出てくれて、マジで出てくれていいんじゃよ。おにぎり棒、これは収穫なしで終わるパッティーンでは。あ、ゴールデンシャワー、これも出るんだね。へえ。あとはまあ見慣れた帽子ですな。ラスト10連ドン。あー出ないか、出ないか。これ乱数調整した方がよかったかな若干な。ほい、ラスト1回ほいそうですか、しょうがないっすね。ほい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 、まあこんなもんでしょうよ。羽とか新衣装とか出てる人はめっちゃ運がいいっていうことですな。つまり今回出た一覧がどっからだっけ、アサシンマスクからだったな。アサシンマスクもいっぱい出てるかわからない。ここだ、ロキのアサシンマスクからで、今回出たものがシャープヘッドギア。結構同じようなのいっぱい出てる感じあるね。けどやっぱり羽系、羽系の衣装はうん十 M で売ってるだけあって150連した程度では出ないということですね。私の運のなさ、私の運のなさの可能性は大いにあるが、あと馬とかを狙ってる人は割といいかもしれない。150連で今回2個出たんでね。うん、あとゴールデンシャワーとか、あとまあこんな感じでしたな。で、あとなんだっけな、新しい衣装のホワイトボディっていうのは私出たんで、ホワイトボディ、ホワイトボディどっかに入れてあるんだけどね。あれ手持ちに持ってた。これホワイトボディってこう使いどこあんのかっていうような見た目ではあるんだよね。これ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 どこで使い道ある、このキラキラした感じ。見にくいわ逆に。キラキラしたっていうか透過処理されてる感じなのかなこれ。うん、できればこう全種類のポイズンスポアの衣装を使いたいところですね。これホワイトボディ、ティンクルは、トゥインクルはあのクエスト報酬で手に入るんでね。あとはシャドウとなんだっけ、ピンクグローみたいなやつかな。お、ぜひともこの期間中に手に入れたいところではございます。というところで今回は154連してみたという動画でございます。まあ確率とか翼がどれぐらいで出やすいのかとか、そういう一つの指標にしていただければと思います。私から言えることは一つ、出ません。出ません。欲しかったら露店で買った方がいい。というところでまた次のパートでお会いしましょう。またね。